室生再生生誕地や戸石碑。室生再生は、日本の詩人、小説家。別号に、魚民堂、魚生、残花、照文。石川県金沢市生まれ。別筆名に、秋元武之。生のひらがな表記は、室生が、一般的であるが、再生自身が、室生、室生の双方の署名を用いていたため、現在も表記が統一されていない。 室生再生記念館は、室生を正式とするが、室生への変更を強制するものではないとしている。1889年、金沢市浦千日町に生まれる。加賀藩の足軽頭だった小畑の小畑、矢ザ門モ吉主とその女中である春という名の女性の間に、死生児として生まれた。生後間もなく、生家近くの雨高ライン住職だった。 室尾新庄の内縁の妻、赤い初に引き取られ、初の死生児として、照道の名で戸籍に登録された。住職の室尾家に養子として入ったのは7歳の時で、あり、この際室尾照道を名乗ることになった。死生児として生まれ、実の両親の顔を見ることもなく、生まれて、すぐに養子に出されたことは、再生の生の生い立ちと文学に深い影響を与えた。 お前は、おかんぼの子だと揶揄された再生は、海の母親についてのダブルバインドを背負っていた。再生北ッ州に収められたとの句は、再生自身50歳を過ぎても、このダブルバインドを引きずっていたことを提示している。1895年9月金沢市、縦の超人城小学校入学。1896年2月室内新城の養子市となる。 1898年3月ジップ、小畑吉種死去。この後、実母春は、行方不明となる。1899年3月山地神城小学校を、卒業。1900年4月金沢高等小学校に入学。1902年町町高等小学校を3年で、中退し、義母の命令により、義兄・神道の勤務する。 金沢地方裁判所に給仕として就職。1903年頃より裁判所の上司に、川越風骨、赤倉金風といった俳人があり、手ほどきを受け、文学書に親しみ始める。俳句会への出席及び新聞へのトークをはじめ、1904年10月8日、付け、北国新聞に初掲載。第四高等学校教授、藤井与藤が、 俳句欄の戦者であった。この時の号はテルブミ。その号し、短歌などにも手を染める。1905年勤務先で、回覧雑誌を作る。1906年、文章世界3月創刊号に、商品の文章が初入選する。使用した号は、室兎花。また、北国新聞その他に俳句が掲載され始める。なお、 再生を名乗ったのはこの年からである。再生という筆名は、当時金沢で活動をしていた、監視陣の国部斎藤に対抗したもので、西川の西に生まれ育ったことからという。再生が育ったアメタカラインは、西川砂岩にあり、再生はこの川の風情と、上流に見える山々の景色とことのほか愛した。1907年、新生7月号に、 小玉加害の線によりし、桜うぐいに、手に手てが掲載される。この頃から試作も始める。1908年5月度今日の友人である、氷山おかげ、小山徳次郎、田辺隆次郎と、北新使者結成。初の小説、総在門が、新生8月号に掲載される。第8高等学校に転出した、藤井と党の公認、大谷行籍と知る。 1909年1月、金石登記書に転任。2月2時に下宿する。北原白州から強い影響を受け、かもめ、海浜読書を作詞。4月氷座おかげ病没。このごろ長検査を受けるが、兵種合格。9月裁判所退職。10月福井県三国町の三国新聞に就職するが、社長と衝突。12月に退社し、 金沢に戻る。1910年1月京都旅行。富士市営の紹介で、上田里氏を訪問する。福井を経て、金沢に戻り、2月金沢の石川新聞に入社するが、2ヶ月ほどで退社。5月裁判所時代の上司であった赤倉金風を頼り上京し、下屋根岸の赤倉家に死宿する。さらに、北原白州。 小玉加害を訪問。赤倉のすすめで、東京地方裁判所の地下室での裁判関係の、筆行に通う。7月本郷根塚田町で、下宿開始。この後、柳岬町、千駄木林町などを移り住む。1911年7月生活上の根区と夏の暑さのため帰郷10月再び上京し、駒込千駄木町に下宿。 その後は、幾度も帰郷状況を繰り返す。1912年1月、北原白州を訪問する。7月帰郷北原白州や、スバルの発行編集人、江波文造宛氏を送付。青木魚を釣る人他が、スバル10月号に掲載される。1912年12月、小山徳次郎が、金沢で創刊した、雑誌。 木影に参加する。1913年2月、半年ぶりに上京し、根津ゴン裏に下宿。藤沢清造、安野助太郎、広川松五郎らと交流し、佐藤春を山村墓長を知る。一方で、北原白州に認められ白秋主催の詩集、ザボンに寄稿し、1月の総刊号から第五号配刊まで、毎号掲載される。他に、 しか創作、秀才分断、女子分断にも死を発表する。なお、同年春に、ザボン掲載の女上誌に感激した、未知の萩原作太郎から手紙を受け取り、修正の信仰を持つ。夏から秋にかけて郷里に滞在。11月上京。12月、女子分断の編集を引き受けるも1ヶ月で辞める。1914年2月前橋に、 萩原作太郎を訪ね、トネカ藩の旅館一名館に3月8日まで滞在する。この時聖書を読む。前橋より上京。4月、小山徳次郎と北進死者を復活させ、死と短歌を有料で添削指導する。この頃、恩知幸四郎と知る。また高村幸太郎を訪問する。5月頃、小山と京調死歌集、青木亀を企画する。 6月萩原と山村墓長とともに人魚使者を結成する。8月帰京。9月創造者観光の創造に掲載した急行列車が原因となり、該当紙が発売禁止となる。同月雑誌、地上巡礼が創刊され、発行元の巡礼使者の社友となる。同月雑誌、異端が創刊され、同人となる。11月自宅である。 金沢市千日町に、市の会を設立し、有料で市の添削を始める。この頃、歯科創作、風景、荒らぎ異端、地上巡礼などに市を発表する。1915年1月金沢で、変路が創刊され、市の先者となる。3月山村、萩原と、卓上噴水を創刊して、編集を担当するが、第3号で廃刊となる。 4月、ただ富士と知る。5月8日、萩原を金沢に迎え、17日まで、滞在。ただ、小畑定一らと艦隊する。5月上京し、本郷仙田議長に下宿する。萩原の紹介で、竹村敏郎を知る。また、北原らと交友する。この頃、か地上巡礼、変路、乙女五国、アルス、秀才文版、創造。 卓上噴水などに死を呼び、感想文を発表する。10月、前橋に、萩原を訪問する。1916年には、トルストイ、ドストエフスキーの作品を読む。4月、山村の編集により、雑誌、LE プリズメ創刊。室が、発行名義人となる。6月、萩原と共に、感情死者を設立し、導入し、感情を創刊。 再び共同主催し、室生も編集運営にあたる。7月田畑の沢田方へ、感情使者と共に移転し、感情、第2号、第3号を、序上小極集として特集、金石時代以来の歌60編を掲載。9月、序上小極集に感激した、谷崎淳一郎が来訪。また、佐藤宗之助、桃田宗二ら多数の詩人と知り合う。 11月、文章世界の四段区認集に参加する。1917年1月イゾンコーノスでの各グループ詩人懇談会に出席。2月萩原の詩集、ガツに吠えるが出版されるが、発売禁止問題が起こり、室生が警視庁に出頭する。雑誌、感情で、室生再生特集、高特集。3月南葛飾の北原白州を訪問。 5月群馬県那敷高専へ行く。岐路、萩原と伊香保温泉に、谷崎十日郎を訪問。7月下旬熱病を罹患し数日間病が。8月用不重病のため帰郷看護して後帰郷この頃、近所に越してきた北原白州と頻繁に往来。9月23日往復新城死去。家督を継ぎ寺院及び家財を整理する。この間に、 文通交際中であった、浅川富子と婚約。10月初旬帰京。11月、詩和会が設立され、会員となる。1918年1月1日第一詩集、愛の詩集を、感情詩者より、自費出版。日夏幸之助詩集の、天津の章の会に出席し、芥川龍之介、福祉幸次郎と知る。月末帰京。 2月13日聖火小畑にて、浅川富子と結婚式を挙げ、まず新妻を置いて、上京、月末富子も上京をし、田畑の沢田方に新居を持つ。3分、評論の執筆を積極的に始める。4月、新しい歌とその作り方を刊行。9月、序上小曲集を、感情死者から、自費出版。暴風一周忌法要に帰京。 10月、詩話会委員となる。1919年には、中央公論に、幼年時代、生に目覚める頃等を掲載し、注文が来る作家になっていた。この年、2月、詩話会発行の年間詩集、日本詩集編集委員に就任。5月、第2愛の詩集を刊行。6月10日に、愛の詩集出版記念会が、本郷つばめ、楽圏で開催されて、北原、 芥川、加納作次郎らローラ32名が出席した。10月田畑571番地に転居。11月、雑誌、勘定が32号で週刊となる。1920年、中央公論、新潮郵便文章世界、改造、文章クラブ、太陽、解放などに30編以上の小説を執筆。1月小説集、生に。 メさとるめるころ観光。これは最初の小説集となった。2月、感情動入詩集を編集発行。4月、中央公論に結婚者の手記を発表し、3月に単行本として刊行同月、初の新聞小説である海の総員を39回放置新聞に連載。また、雄弁に発表した青白き創屈が、 部分削除処分となる。4月、美しき氷河。6月、古き独草園を中央公論に発表。5月約半月の間、卑怯。この頃から漁民道、魚生と合する。8月、死臭、寂しき都会観光。9月、航路を盗むを中央公論に発表。11月、短編集、青白き宗屈観,観光。 1921年40編以上の小説を執筆。このうち7回は中央公論への掲載。1月号、オレン、3月号、一万花鏡、4月号、影絵のごとく、6月号、芋掘り東五郎、都市と田園号、植物物語、400号記念号、九尺と知人、12月号、おこしょう、小太郎ほ他に編。2月短編集、 古き独創園観光。3月短編集、航路を盗む観光。3月から4月にかけて、川掘り33回を、大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載。5月長南氷太郎誕生。6月短編集、恋、短編集、美しき氷河観光。同月、伊香保温泉に遊び、木と前橋に、萩原を訪問。7月、 金色のハエを、放置新聞に連載。8月上旬、萩原と赤倉温泉に遊ぶ。同月、市若会委員となる。9月短編集、川掘り観光。1922年小説も詩も多作。2月詩集、星より来れるもの観光。3月、室生再生四線観光。同月、千家元マロラと死死、嵐を創観。6月詩集、 田舎の花観光。同月24日、長南死去。同月中編小説、相馬島観光。七月夫人と湯ヶ島温泉に、萩原を訪ね、堂々して、北原白州を訪問。十一月短編集、幼年時代観光。十二月傍自水悼の作品集、忘れはる死臭観光。1923年一月短編集、一万華郷。 観光。4月4週、青木魚を釣る人女上昇曲観光。7月アルス社より、女上昇曲集を、再び観光。8月27日、長女長子誕生。9月1日、関東大震災理災。10月1日、一家で、金沢に転居し、池田町を経て上、本田町川御邸に住む。12月、川岸町に転居。この年、中野茂春。 堀り立つを知る。1924年大阪の文化社が3月、肉の記録を大阪の一万勇者が4月、肉を求むるものをそれぞれ無断出版したことを知り、6月訴訟のため状況。この月一万勇者より、彼らに、が刊行される。同月号、慎重に、サンガオイルを発表。なお、この間5月に、芥川を金沢に迎える。 7月、堀立を金沢に迎える。9月、四分州、高来の花観光。1925年1月金沢より上京し、田畑613番地に下遇する。2月田畑608番地に移り、家族を迎える。3月、童話集、翡翠観光。4月田畑523番地に転居。5月初旬、市和街道人と湯ヶ島方面に遊ぶ。 6月初の随筆集、漁民道随筆観光。この年、堀、中野、久保川鶴次郎、西沢隆二、宮城菊夫、大田達夫らの若い詩人や栗田三蔵らが来訪。近所に移ってきた萩原と頻繁に往来。1926年4月下旬、市は街道人と伊豆方面に遊ぶ。中野茂春、堀達夫、久保川鶴次郎らによる。 同人雑誌、ロバの創刊を講演する。6月消極集、の茨観光。9月次長さみ誕生。10月手話会解散にあたり、声明書に署名。この年、秋元武之の筆名で、日本詩人などに詩を発表。徳田修正を知る。1927年1月、この月より、ロバ同人との、パイプの会、徳田修正を囲む。 二日会に出席し始める。五月、萩原その他の人々と昭和四川の編集にあたる。六月四、四周、故郷図改修随筆集、庭を作る人観光。十二月、詩人協会設立の発起人となる。この年場所に関する三文を、文芸春秋、三デー毎日などに発表。この年俳句、短歌の発表を押し。 1928年1月、愛の詩集第3版刊行。詩人協会創立総会に出席し、評議員となる。3月日本文芸家協会帰宅による、第2回文芸賞を受賞。4月末養母和解発死去し、金沢に戻る。5月評論集、場所雑記刊行。6月田畑の家を引き払い、軽井沢で秘書。 さらに9月軽井沢より金沢に移る。池田町に家具し、山田屋工寺に移る。同月、死臭、鶴観光。11月上京し、大森谷中に移る。この年文芸辞表、映画辞表の発表を応し。1929年2月随筆集、天馬の足観光。4月初の苦臭、漁民道り陸臭を観光。5月帰京。 7月改造文庫で、新鮮、室生再生週刊行。9月春陽堂から、芥川龍之介、室生再生編刊行。11月第一書房から萩原作太郎編による、室生再生史週刊行。12月9日、ロガ同人懇親会。同月、改造文庫、室生再生史週刊行。なお、この年、改造8月号、浮気な文明。 文芸春秋、十月号、私の白い牙などで、近代的手法による表現を試みた。1930年5月、生田春月自殺。追悼のための合同詩文集、海図に寄稿。同月短編集、生日立ちの木観光。六月詩集、鳥ずめ集観光。九月随筆集、庭時観光。十月改造者から、久保田万太郎。 長代吉郎、室生再生週観光。この年の前後に、山崎康夫、津村忍木沼巻昭三、犬井直江、伊藤新吉、立原道蔵らを知る。1931年6月から8月にかけて、都新聞に、芥川をモデルとした、青い猿を連載。7月軽井沢に、別荘建築。1932年3月長編。 青い猿観光。4月大森区マゴメ町東に新築転居。明治大学に講師として招かれるも、講義一回で中止となった。9月随筆集、再生随筆観光。また詩集、鉄集を観光し、これを自ら、最後の詩集と称した。1933年2月詩集、19春詩集観光。8月、鳩を、中央公論に。 愛さる気を改造に発表。11月随筆集、主流の酒観光。12月京都放送局で公演放送する。かつて1920年からしばらく小説の第一次の多作記があり、さらに1930年代に入り、第二次の多作記となり、1934年には兄、妹を中心に、いわゆる死生も物を書き始めた。 1934年1月、文芸婚和会設立、会員となる。4月、鶴千代を新重に発表。5月、同定期を中央公論に発表、鉛筆詩集を含む随筆集、文芸臨戦刊行。7月、伊代山を改造に、兄、妹を文芸春秋に発表。文芸8月号に、死を、君と、 お別れするを発表し死との決別を宣言したが、実際にはその後も多くの試作を行っている。9月、神か女かを文芸に、沈殿世界を中央公論に発表。同月、別版、序上小曲集刊行。11月、神々のヘドを文芸春秋に発表。1935年1月短編集、神々のヘド刊行。 自伝小説、老子詩を、早稲田文学に1月号より6回、女の図を、改造その他に5回にわたり、文才、その他、悪い魂を、文芸1月号に、会社の図を、新潮2月号に、郊外ヒル図を、文芸春秋4月号に発表を。2月随筆、次元三随筆、短編集、愛さるき観光。3月創設された。 旧芥川小選考委員となる。6月評論、復習の文学を改造に発表し、反響を呼ぶ。同月短編集、女の図刊行。同月、再生おこり陸集刊行。7月、兄、妹で、第1回文芸婚話会賞を受賞。8月23日より、聖、乙女号、を、朝日新聞22月25日完結で78回、連載。 9月、随筆文学、再生随筆集刊行、12月長編、復習刊行、1936年1月、文芸婚和会の期間誌、文芸婚和会発刊。編集導人に参加。2月長編、聖乙女子、詩集、とがえり花刊行、竜宮のスりを、文芸春秋3月号に発表。4月随筆集、バラの子刊行、 6月純粋小説、老子子観光。6月随筆集、印刷庭園観光。8月、兄、妹が、木村外次監督、PCL 映画製作所制作、東方配給で映画化され風切り。9月非本格より、室生再生全集観光開始。10月、鹿婚和会設立。会員となる。1937年、女の一生。 紫式部学会出版の趣味と教養、研究と教養の雑誌、紫2月号より19回連載する。4月中旬から5月初旬にかけて、朝日新聞の移植により、満州旅行。大連、宝天、ハルビン、朝鮮を経て帰国し、京都に滞在してから帰京。5月、室論再生編観光。7月より、立原道蔵が、 室邸の軽井沢秘書中の留守を預かり、ここから勤務先に通い始める。9月随筆集、ラクダ行観光。10月10日より、長編、大陸のことを61回にわたり、東京朝日新聞に連載。1938年1月新朝文庫より、兄妹観光。2月、大陸のこと観光。波寄りを、中央公論2月号に発表。 5月、詩人婚和会設立され、会員となる。同月、室生再生文学特本、春夏の巻観光。7月春陽道文庫で、再生短編集観光。9月長編、女の一生観光。同月、自伝小説、作家の手記観光。11月、室生再生文学特本、秋冬の巻観光。同月新潮文庫から。 室再生死先週観光。同月、富子夫人が脳一血に倒れる。以後、半ば身体の自由を失う。1939年3月短編集、波り観光。また、解散されていた、コン和会の基金を引き継いで、詩人賞委員会が設立され、同月その委員に就任。4月より、第1回。 詩人賞受賞をめぐり雑誌、改造史上で、北原白州と論争になる。同月作品文庫で、随筆集、あやめ文章刊行9月から翌年にかけて、読売配談の戦者担当。10月短編集、つくしこひしの歌刊行10月初旬萩原と共に、公演のため水戸へおもく。10月から12月にかけて、良き人14回を、 週刊朝日に連載。1940年3月長編、良き人観光。5月短編集、乳母愛機観光。6月短編集、美しからざれば、悲しからんに観光。9月随筆集、これくん観光。12月短編集、戦士観光。夫人の友11月号に、初の王朝小説、奥義福歌を発表。 1941年、夫人の友1月号に、統津公を発表。3月短編集、シナノの歌観光。4月、戦氏により、第3回、菊池博賞受賞。同月長編、戦減る女観光。新オンラ5月号から、泥すずめの歌を10回連載。7月短編集、超、五山観光。8月随筆集。 花みぞれ観光。九月短編集、王朝観光。十二月短編集、人気地期観光。同月、春瓶四川を含む次戦作品集、定本、室生再生詩集観光。十二月いつを覚える。助上小曲集の、ふるさとは陶器にありて思うもの、そして悲しく歌うもの、よしや、裏ぶれて。 二度の乞食となる。とても帰るところにアルマジアの宿が有名である。この区の通り分断に生命を得た。1941年が最後の帰郷となり、以後は代わりに西側の写真を貼って故郷を忍んでいたという。1942年エニシアラバを中央公論3月号に発表。4月胃潰瘍のため、本所横網の同愛病院に20日余り入院。 4月童話集、あゆきち、ふなきち、はるきち観光。5月11日、萩原作太郎死去。同月自伝小説、どろすずめの歌観光。6月より、萩原作太郎全員集編集。6月短編集、筑紫日記観光。同月短編集、虫寺賞観光。7月短編集、乙女賞観光。夏の間、萩原作太郎。 佐藤宗之助の二人の暴友を追悼する長編、我が友を執筆。12月短編集、まぶたの人観光。同月随筆集、残雪観光。1943年1月短編集、記英碑観光。同話集、見押し物語、山の動物観光。3月短編集、萩野城観光。同月、佐藤宗之助全集 全2巻を編集。4月及び7月に、芥川龍之介の人と、削上館、下館を観光。6月随筆集、日本の庭観光。7月詩集、ビークスケ、長編、我が友観光。8月詩集、インニシエ観光。同月、再生北九州観光。9月少年向け詩集、動物詩集観光。12月詩集、 日本美論観光。同月短編集、神国観光。1944年3月から4月にかけて、中部日日新聞に、山吹38回を連載。3月小説集、あまり花観光。一家で、軽井沢に疎開し、1949年まで住む。1945年7月次南朝美が、金沢第9師団に入隊。 8月終戦。9月時南女対帰宅。10月長編。山吹観光。戦後は、小説家としてその地位を確立、多くの作品を生んだ。1946年1月、人間相関号に死を発表。同月随筆集、品野山中観光。2月、山里集観光。8月、童話三好物語不動物詩集観光。 この年、さらに、潮流、別冊文芸春秋、東京新聞、光、婦人公論、光源、老人形、子供の広場などに詩を発表。また、文芸春秋、新小説、新女園、群像、新聖などに小説を発表。1947年1月短編集、玉章観光。新女園1月号より、見重を12回連載。 二月七周、旅人観光。三月短編集、山鳥集観光。十月短編集、世界観光。同月七周、アイヌレバ観光。群像十月号に、再復を発表。1948年三月童話集、オランダとケイトが観光。四月長編、三重観光。同月短編集、道場菩薩観光。五月アテネ文庫より。 自伝小説、道部へを吹けども観光。6月4日、唇も寂しくを、北海道新聞、西日本新聞に70回連載。10月短編集、凍った女観光。11月日本芸術委員会員となる。同月童話集、5つの城観光。同月長女長子結婚。1949年9月軽井沢での疎開生活を終えて帰郷し。 再度大森まごめに住む。6月自伝小説、室内再生観光。8月随筆集、泥孔弱観光。また、消えた瞳を、群像8月号に発表。1950年、奥、伊王を、風雪4月号に、族長、膝飛曲を、文学界5月号に、刀身を、群像7月号に発表。1951年、上人捨てを、 文学界3月号に発表。8月、萩原作太郎全集観光に際し、編集企画を担当する。誰が、屋根の下を、改造9月号に発表。9月新潮文庫、室生再生詩集観光。1952年2月、水谷愛子らにより、兄、妹が、大阪歌舞伎座で上演される。黒髪の宿を、中央公論5月号に、 のに伏すものを小説公演12月号に発表。1953年1月長女、夫と別居し室受けに戻る。お天気博士を、群像1月号に、貝殻川を、文学界4月号に、生涯の垣根を、新潮8月号に発表を。1954年1月、川島一丁病院に1ヶ月以上入院。退院後、自宅にて静養。 カバンを、新潮1月号に発表。入院生活に取材した、木と灰色の問答を、群像4月号に発表。5月に、生に目覚める頃が、幕府へと解題されて、豊田史郎監督東方配給にて映画化される。昭文史郎を、文芸6月号に発表。同月、角川書店、昭和文学全集佐藤春を、室生再生週観 妙霊室はずを、夫人朝日8月号より17回連載。12月夫と別居中であった、長女、京義離婚の上室受けに復席。1955年随筆、女人を、新朝1月号より6回連載。2月短編集、黒髪の書刊行。わしりの死と20人の少女たちを、文芸7月号に発表。8月ちくま書房から、 現代日本文学全集第27巻、菊池博室生再生週観光。10月随筆集女人観光。メタン支伝を文学界10月号に発表。横着の苦痛を文芸10月号に発表。1956年1月短編集、少女の面観光。舌を噛み切った女を、新潮1月号に発表。 2月短編集、舌を噛み切った女観光。3月長編、妙霊室外観光。同月随筆集、職、女人観光。3人の女を、週刊新潮5月1日号より15回連載。5月、舌を噛み切った女が、菊五郎劇団により歌舞伎座で上演される。9月長編、3人の女観光。10月随筆集、誰が。 屋根の下観光。遠い西への女人を、群像10月号に発表。カラスを、夫人朝日11月号に発表。11月19日から、暗図っ子271回を、東京新聞に連載。12月短編集、遠い西への女人観光。1957年、夕映えの男夫人口論1月号に発表。 つゆ草を、文芸春秋6月号に発表。6月短編集、夕映えの男観光。7月詩集、春瓶詩集観光。遠うめがねの春を、新潮8月号に発表。10月長編、アンずっコ観光。名もなき女を、小説新潮11月号に発表。娘、調子をモデルとした1957年10月観光の、 半自助伝的な長編、ンずっコその他の業績により、1958年1月に、昭和32年度第9回読売文学賞を受賞。我が愛する詩人の伝記を、婦人公論1月号より12回連載。2月随筆集、仮も観光。3月短編集、露草観光。黄色い船を、中央公論5月号に発表。5月、 アンズッコが、ナルセミキオ監督、東方配給で映画化。20歳のサンランを、別冊小説新潮7月号に発表。カゲロウの日記異文を、夫人の友7月号より13回連載。9月、山吹が、菊五郎劇団により歌舞伎座で上演される。歯の生涯を、ソレイユ10月号に発表。11月から、新調者、室生再生作品集を、 全12巻で観光開始。12月、我が愛する詩人の電気観光。1959年、蜜の哀れを、新潮1月号より4回連載。生きるための橋を、群像1月号に発表。3月時長さみ結婚。同月定本実質本句集、等の集観光。借金の神秘を、小説新潮4月号に発表。 5月短編集、生きるための橋観光。同月随筆集、ガラスの女観光。同月、平安戦と観光。同月古希にあたって、日本文芸家協会より、祝辞、記念品を贈られ、名誉会員となる。その修行に対して、現代詩人会より感謝状と記念品と贈られる。区の流れを、中央公論6月号に発表。悩める森を、 新潮8月号に発表。8月刺週、昨日をイラチってください観光。日の魚を、群像10月号に発表。10月長編、つの哀れ観光。10月18日妻富子,子死去。前年1957年12月観光の評論、我が愛する詩人の伝記で11月に、第13回毎日出版文化賞を受賞。 同年11月に刊行された古典を元にした長編、カゲロフの日記異文により、同年12月、第12回、野間文芸賞を受賞した。なお、同賞祝賀会の席上で、この賞金を元にした、室生再生詩人賞の創設、再生文学費の根竜、室生富子遺構区集の刊行の企画が発表され、このうち、詩人賞は、 翌1960年年12月に第1回受賞が滝口まさ子、青い馬、鋼鉄の足に対して行われた。1960年、黄金の針を、婦人公論1月号より12回連載。ぐる歌を、群像1月号より6回連載。3月短編集、火の魚観光。同月、影楼の日記文。 菊五郎劇団により歌舞伎座で上演される。字を盗む男を小説新潮4月号に発表。5月、旧、ロバ同人を中心に、ロバの会が生まれて第1回の集いあり。7月長編、つぐる歌観光。怒れる三本の針を新潮9月号に発表。9月随筆集、生きた着物を観光。我が草の木を群像十月号に発表。 10月、新潮社日本文学全集、第24巻、室臼再生集観光。ほの世界を、小説新潮12月号に発表。12月短編集、二面の人観光。1961年1月、タールの沼を、新潮1月号に、4月、黄金の針観光。神座市、町港、別冊文芸春秋6月号に発表。なぎさを、 群像7月号に発表。春哀れを、新潮7月号に発表。7月短編集、草、かんざし、沼観光。夏、軽井沢にあって、新体部長。9月肺炎で合唱する。末野城、小説新潮9月号に発表。10月港虎の門病院に検査入院。11月退院。同月、私の履歴書。 日本経済新聞に掲載。同月、講談社日本現代文学全集第61巻、室生再生集刊行。12月第2回、室生再生詩人賞を、富岡妙子、辻井隆氏に贈る。1962年、明治の思いを、小説新潮1月号に発表。我は歌え、ドヤブレかぶれを、新潮2月号に発表。2月小説、 春哀れ観光。2月25日に書かれ、夫人の友4月号に掲載された、おいたるエビの歌が、絶筆となる。3月1日虎の門病院入院。19日より、意識不明。肺がんのため虎の門病院で死去。14位に助せられ、君三当随法賞を贈られる。28日密葬。29日青山葬儀場にて、無宗教による葬儀。 葬儀委員長、中野茂春。1962年5月金沢市、中川余家町に、文学非根流。10月18日、金沢郊外の野田山墓地に埋葬された。最盛期は3月26日。生前刊行された単行本は、260冊に、及ぶ。西川大橋から桜橋までの両岸の道路は、再生の道と呼ばれる。室生再生の像。 室生再生記念館、ありがとうございます。